この剣閣は私のものになる。それは決定事項だ。よまいごと、その不損な顔に泥を塗りつけてやる。でも取れ。とにかく今は撤退だ。剣閣はどうにか守りきった。ひとまずは安心か。敵将討ち取った。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。邪魔よ。この地を越え、生徒に攻め込まん。それが自分の任務だ。貴様らをこれ以上進ませはせん。必ず食い止めてみせる。見事な戦いぶりです。なんと固い守りか。別の進路を考えねばならない。容易ならぬ敵であった。どうにか守り抜く。いれば間違いはない。ここの城は俺たちがもらった。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。返せ。ここを落とせば生徒は目の前だったのに。
軍事件と勝負だ。侮れぬ相手のようだ。慎重に当たるとしよう。全然よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。切り札、トラ戦車部隊ですね。思わず笑いが込み上げる造形ですわ。そこの知れない敵ですね。どうにかして持ちこたえなければ。ここまで追い詰められても戦うのね。気持ちはわかるけど、終わりにしないと。おとなしく下ればよいもの。我が手にかかって散るのが望みか。伝令、楽勝にて敵の進行を退けました。よし、これで北からの攻勢はなくなるだろう。敵は強いようだ。だが絶望してはならぬぞ。押し返されてしまった。でも
いつまで抵抗を続けるのかしら。敵将軍を討ち取った。我が希望の星よ。敵は強いようだ。だが絶望してはならぬぞ。何度攻め寄せようと我らは、そう、今回は勝った。だが国も民も疲れ切ってしまった。今日これまでの忠節には礼を言うけれど、もう終わりにするのだ。龍禅様、何をおっしゃっているのです。まさか敵将、討ち取った。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。手強い相手のようですね。ですが、希望を捨ててはなりません。大将軍、芝市場だ。龍孔子、いや、職弟龍禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り悲しみは止まぬ。芝生殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ、悲しみのない世を作るという願いを。約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう務める。ありがとう、十分だ。職は降伏する。降伏を受諾する。
乱世は終われ。脅威、痛ましい姿をさせてすまない。だが私たちを面会させてくれるとは、芝生殿は寛大だな。龍禅様、なぜ降伏など。私たちはまだ戦えた。戦って上将たちの思いを貫けた。それを許せとは言わぬ。私はこれ以上戦うことに疲れたのだ。そのようなお心で私たちは負けるのですか。脅威、そなたは今までひたむきに本当によく職のために尽くしてくれた。だがもう気負わずともよい。もう何も背負うことはないのだ。そんな。何も言うな、脅威。これで蜀の戦は終わるのだ。聖祭らの光線も虚しく、聖都は陥落。蜀帝龍禅が降伏し、蜀は滅亡した。聖祭は龍禅と共に魏の洛陽へ移送される。そこで彼女は戦とは無縁の平穏なひとときを過ごす。だが彼女の心はいつも故郷にあった。父や兄、そして多くの仲間との思い出が眠るあの国に。聖祭、龍禅様、お一人でいらしたのですか。護衛もつけずに危険です。良いのだ、もう私を狙う者はいないからな。そうだ、今日で聖祭の役目を解こう。龍禅様、何を。長い間苦労をかけた。どうかゆっくり休んでほしい。そう、旅にでも出たらどうだ。気が済んだらいつでも戻ってきてほしい。待っているぞ。